玉城繁栄門玉城繁栄門明治43年11月1日は明治時代の八丈島出身の実業家南方諸島の開発に力を尽くした玉城は留人の地であった八丈島に生まれた留人の一人から技術を学び大工として働き始めた19歳の時に一度江戸に出るが商売に失敗した翌年から2年間は開校されたばかりの横浜で 大工仕事を行った。この時に、羽毛布団と出会っている。1862年、江戸幕府が小笠原諸島の開拓民を募集すると、玉城はこれに応じて、父島に渡った。しかし、幕府の命によって開拓は中止され、玉城は八丈島に帰還した。1876年に、明治政府が再び、小笠原諸島開拓を計画すると、玉城も募集に応じた。 しかし開拓局と対立し、2年後には島を去った。その後、妻が八丈島名産の木八丈の販売で、玉城は八丈島と東京を結ぶ海藻業で財を成した。しかし玉城は無人島開拓への希望を常に持ち続けていた。西洋に大きな需要がある、羽毛布団の原料となるアホードリが鳥島に多数生息することを聞いた玉城は東京府から 鳥島無料拝借の許可を得、1888年に数十人の人足と共に島に渡った。玉城らは、羽毛採取のために多数のアホウドリを捕獲し、玉城はこの事業により巨万の財を得た。しかし、玉城の開発によって、鳥島のアホウドリは一時絶滅寸前まで追い込まれた。その後、1902年に鳥島が大噴火し、アホウドリの捕獲に関わっていた。 玉木の人足ら島民125人全員が死亡した。そのため、当時はこの噴火をアホ踊りのたたりなどと噂する声もあった。玉木自身は家族と共に1893年に東京に移住していたが、自ら鳥島に赴いて復興調査に当たった。しかし、すでに老齢であった玉木は過労から肝臓病にかかり、1910年に73歳で死亡した。 1900年玉木は当時無人島であった南大東島へ入植者を送って開拓を行い、サトウ木ビの栽培により、生徒事業を軌道に乗せた。入植費用と生活費は玉木が出し、30年後、入植者には現地の土地が与えられる約束であった。島には病院や学校、トロッコ鉄道や防風林も整備された。また、大東島紙幣と呼ばれる紙幣に類似した。 商品引き換券を流通させた。現地の指揮に当たった、玉城の息子の鍋太郎と鎌三郎は、宝刀に明け暮れ、入植者から、鍋大将、鎌大将と揶揄された。鎌大将は、タバコの不始末で山火事を起こし、一週間にわたって炎上させた。また、玉城の死後、工日のように事業は売却されたため、土地上との約束は事実上保護にされてしまった。 この問題は1964年、当時の琉球列島高等弁務官である、ポール・ W ・キャラウェイが、土地所有権を住民に帰属させる裁定を下すことで、一応の解決を見た。三人の息子が遺産を相続するが、遺産をめぐる争いなどから、玉木商会の経営は不振となり、1916年、南大東島の土地や事業は、東洋政党に売却されることになる。ありがとうございます。